それではですね、皆様に、自己紹介も兼ねましてですね、この映画 を作る、いきさつとかですね、それから皆様に訴えたいことを、少し、手短にお願いしたいと思います。河合監督、お願いいたします。映画監督の河合でございます。弁護士も時々やっておりますが、私はこの映画を作ることを決めた理由はですね、前作の日本と原発を、10万人の方が見ていただいたわけですけど、原発をやめなきゃいけないことは分かった、だけどじゃあ代わりのエネルギーどうしたらいいんだっていう質問がいっぱいあったんですね。でその質問に対してですね、やっぱり逃げるわけにいかない、それはやっぱりもう自然エネルギーしかないだろうということを映画で描き出す責任がある。この映画のターゲットはですね、一般の国民の方々です。やっぱりダメダメ、原発ダメっていうだけじゃなくて、自然エネルギーに向かっていけるんだ、向かっていけば明るい未来が開けるんだっていうことを理解してもらいたいっていう。から2番目にですね、経済界の人たちです。経済界の人たちは映画の中でも言いましたように、自然エネルギーをバカにしてます。あんなもので一国の産業が担えるかってバカにしてます。でもそうじゃないんです。自然エネルギーっていうのは国の工業や産業を担えるし、それからやれば実際に利益が上がるんだと。自然エネルギー反対論者や心よく思っていない人たちが言ういろんなデタラメを全部叩き潰していきたい。自然エネルギーなんか頼りにならないよ、お天気任せ風任せとかですね、相手の言ってる悪口を全部並べて、これはこういうふうに叩く、こういうふうに叩くというふうなことをいたしました。これは1回見ただけじゃ覚えない、3回見てもらおうと。1人の人が3回見ればですね、自然エネルギー検定修了証っていうのを私は差し上げようと。明らかに今世界で本当にすごい変化が起きている。そして明らかに日本はそれから取り残されていて、取り残されているどころかひょっとしたら逆向きに走ろうとしていると、そこのギャップをやはり伝えなきゃいけない。氷山のトップの1割のところがこの映画になっていて、残りの9割は実は隠れているんですが、そこはおそらくこの映画の重みとなって、ここから先の未来というのもですね、感じていただけたのではないかというふうに思います。非常にいい形でですね、まとめていただいて本当に感謝をしております。やっぱり自然エネルギーやっていけるんだなという説得力のある映画だったと感心しています。原発ゼロ運動してよかったと思わせるような映画ですね。原発なくてはやっていけないよという、いわゆる原発のプロに対しても、これやっぱり自然エネルギーがいいかなと思わせるような映画に仕上がってるなと感心しながら見ておりました。ぜひとも多くの方に見ていただきたい。日本に無限にある光と風、これを使って新しい日本を作って、これ大事業じゃないかっていう、それでもう全てが尽くされてるんですよ。実は今日見ていただいて、皆さんまさにその未来を垣間見ていただいたと思いますし、でその行く末というのも見えてきたんじゃないかと思います。日本中そして世界中の老若男女、いろんな人たちが取り組んでいて、違った形ででも同じ方向を目指して頑張ってるんだなということも感じていただけて、で、どこのシーンも笑顔であふれてると、本当にイメージした以上のですね、いい映画を作っていただいたなと。破れても挫折があってもくじけちゃいけない。必ず私は将来日本は世界に冠たる自然エネルギーで日本は発展しているという、そういう国づくりが、未来がこういう国づくりを待っていると今日の映画で確信しました。この映画を 見る間でずっと覚えておかなきゃいけないのは、ギガワットっていう単位なんですよ。ギガワットっていうのは100万キロワットで、要するに原発、普通の原発1台分なんですよ。だから40ギガワットっていうと、ああそうか、原発40台分かってパッと頭に浮かぶんですよ。このギガワットっていう言葉をね、台に入れたのもいいし、それから映画で一番初めにまずそれ刷り込もうと、このギガワットっていう単位覚えてねっていうことで、初めにギガワットっていう言葉を入れたんです。中国に負けるのが死ぬほど嫌いな経済人と政治家がいっぱいいるんですよ。今日の映画見てね、やっぱり中国なんか負けたくないって思ってね、頑張ってくれるんじゃないかな。